本当に最大で120ぐらいしか出なかった。おー、ええやん。やばいやばい、戦える V と VMAX 現状ゼロ。やばいよ本当に。やばいよ本当にやばいよこれ。本当にやばい。本当にお願い、本当にお願い、神様本当にお願い。ちょマジで終わったって。はい、おしゃれです。というわけでね、壇ノ浦さんと VMAX クライマックスを使ってね遊んでいく回を開催してるわけなんですが、次の種目はなんと参加者2名、はい、参加者2名シールド戦をねやっていきます。ーシールド戦っていうのは、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、この箱から出たカードプラス基本エネルギーだけで40枚のデッキを構築して再度4枚で対戦するっていうポケモンカードのバトルですね。オッケー、早速レッツゴー。では私壇ノ浦抜かせていただきます。ヘルガーとかとウーラオス来たら熱いね。オクタンめっちゃ強そう。オクタンは強い、確かに。じゃあ運命の10パック。まあね、シールド戦なんて出たカードから機械的にデッキを全部だけなんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、サポートネスアルが欲しいです僕は。賞味の話しとくか。賞味の話ね、まあ、サクサといくか、尺の都合もあるし。んむむむむむむむ、1パック目してデッキ見えた。おおむね見えてるねこれ。嘘ね、これおおむね見えてますよね。これはね、これおおむね見えてるわ。いやでもさすがにこれを基調とするのは、いやでもそう、あいつも引けたらかなりでかいな。でもシールドセンサーやりますかみたいな話はあるんですが。このパターンもあるね、確かに。はい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 。これさ、今回のパックさ、1パックで地味になんかデッキの方針が見えるように作られてる説ない？マジ進化モード言う？うわっ、これはもう何があっても入れる。何があっても入れる。何があっても入れる。そんなクロバットだ多分。何があっても入れる。クロバットだ。いや知らん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 。いやあとね、ちょっとボスの試合引いときたいわ。あとボスの試合あるとないとで違うな。うん、最大で120ぐらいしか出なさそう。キュッキュ、これも何があっても入れる。ボスやん。ちょっとサクサクいきますね。クロバットやん。何があっても入れるねこれ。うわー、これ悩むなー。うわ、ここも揃っちゃうパターンね。おー、ええやん。 CSR? CSR ええやん。なかなかいいのが来たね。デッキには割と入りうるよ。おお、いいね。はい、というわけでね、開けていきますよと。まあやっぱりね、どうなんだろう、前回はシャイニースターブイメタルソーサーとかも ねあったから、鋼軸がさ強かったね。ザシアンの太もつに強かった。ほんまに。あ、これでもデッキの方針みたいなのは全くね定まらないね。あ、そう。うん。結構偉いカードあるけどな。私三つ。シールド戦やっぱね、ちょっと気づきが必要だから。気づきね、そうなんだよ。何かと何かのシナジーをね見出していかないと。いけないから。あー、こいつ使えるか。でも本当に進化前が出ないから。えぐいって。いや、本当にまだデッキになんないよ。あー、まあ悩むね、これかなり。どう組んでやろうか。このサポートの SR の嬉しくなさ。いや、でもまあありか。嬉しくなさ。シールド戦においてある。やばいやばい。戦える V と VMAX 現状ゼロ。まずいって。そんなことある？これやばいよ本当に。やばいよ。本当にやばいよこれ。やばいっすよ。本当にやばい。まあまあ。V と VMAX で使えるやついないって。やばいっすこれは。ああ。本当にお願い。本当にお願い。厳しい戦い。うわあ！そんなん出たのマジかよ。いっちゃん欲しいカード出た。ふざけんなよ。いっちゃん欲しいカード出た。やったー。かわいすぎる。あ、うざ。かわいすぎる。本当にお願い、本当にお願い、神様本当にお願い。ちょ、マジで終わったって。いや、マジで終わった本当に。こいつアタッカーとしてかなり強い説までありますね。よし、これでいきますか。私のデッキです。口調はこちらとなっております。うん、まあかなり
サポが多いんでね、うまくここに繋げていきたいですね。さあデッキの点数としては20点ぐらいかな。デッキの点数かどうだろうな。これは50点ぐらいあると思ってる。まあでも何があるか分かんないからね、シールド戦って。まあそうなんですよね。最初はグーじゃんけんぽい。さあ成功。ガチでえぐいほど強く飛んだすわ。マジか、半端じゃないよ。強がるんじゃないよ。お願いします。お願いします。カイゴン強っ。それは強え。いやでもなんですよ。強い。それ引くか。フリーダメ強い。それ引くか。いや早速いくわ、うん、パルスワン V。 えっ、はい、やばっ。まあ後ろ手張りにするよ、おとなしく、はい、で、じゃあ早速先行の旨味強すぎ。食いだめ5枚なんで2枚いきます。強っ。終わり。1枚シンボラ出します。はい、強っ。取り使い。オッケー。おお。3枚引きます。ちょ、うぜえって言ってた。そいつうざい。うざっかー。地味うざカード。地味うざだよ、ガチで。ブラッキー V 出します。あー、キャプチャーエネルギー。はい。動きはそこそこなんだな、確かに。うん、まあまあまあ、動きはそこそこですよ、それ。トママドレックス。あー、いるねー。守ります。1枚。ちょ、まずアセロの予感使うわ。お、いいね。うわー、マリー、マリアンのか。マリー会社とボスの指令、マリオントワネット、了解。はい、じゃあボスの指令、バルタの具材は3枚もらいます。はい、ボス持ってんのか。ボス持っちゃってますね。ボス持ってんのかい、シャロンちゃん。持ってますよ。キーモ。送電来るやんけ。ええ、送電はします。いいぞ、育てよう。アマガだ。強っ。アマガ手張り。はい、送電。はい、送電つえ。じゃあこれは好きなようにつけるんで。好きなようにつけれるんだ、うん、そう。まあでもまあまあ、アーマーが1枚とカビも1枚ですね。はい、1枚いきます。つすんぎ。いつすんぎ先生だな、これ。おお。おお、引いてんね。あんた引いてんね。死ぬと。ああ、やばいやばいやばい。マリークイダメくる、もしかして。せやな、マリー。サルジェ。サルジェね。俺も悩んでみてよか、そいつ。あ、振り分けです。おぉ。いけません。はい、食いだめ4枚。はい、終わります。1枚ふっ。手張りします。はい、ザマゼンタベンチ。ザマゼンタコバルオン。コバルオン、スタナ。強い。強いねー。エンペラーライズの火力がめっちゃ出るわ。ありがてえわ、さすがに。うん、それはケアしてなかった、私も。送電。はい、はい、1枚。サルジェ。はい、いっぱいです。ユーリ使うわ。ユーリ。そう。おお。で、持ってこない。はい、了解です。イランカードをね、山の上から排除して、はい、で、最強カード見せます。はい、オーロラエネルギーでアクエネをトラッシュして、はい、いっちゃえないというわけで。はい、はい、なるほどね。で、これで、食い溜め3枚使って引いて、はい、バン終わります。1枚引きます。それコンボだね。これコンボ。なるほど、やってくれるね、なかなか。いやー、じわりじわりとお互い盤面がね。火力はでも今ライストが19出るのか、強いね。アマゼンタ手張り。あれ、雷レッツねえな。風船。風船。これで3枚。強っ。逃げ。まあ、そいつを飛ばしちゃブリザードランスがね、飛んでくるわけよ。深いね。逃げゼロ。逃げゼロなんだ。終了。偉いね。じゃあ、仲間。おお。すびき？もしかして。すびき。まあ箱開けてるからな。サルジェ。はい、バン終わります。おお、構えてるね。構え。1枚ヘバリ。はい、逃げます。はい、回線。回線です、そろそろ回線か。おお。
じゃあアサルトタックル13で、はい、終わりです。いやーきついきついっす正直。はい、まあ俺もちょっと分かんないけどな、まだどうなんのかここから。ああ出てくるのかそいつが。1枚はい、決まり。はい、フリーザブランサー受けると。なんでなんでなんでではある。うわまあまあでもその白馬はアーマーガで食えればどうでしょうか。はい、ブリザードランス230。うわー、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン、マジかよ。言うてね、鋼エネルギーやるだけで、まあまあそうですよ、弱点でワンパンされるという状況には変わりない、はい、まあまあ倒しには行こう。まあさすがにあるか。嘘ー嘘ー、発見扱ってか。なるほど、何が入ってるんだ。もう FV 場に出てるよ。持ってこない、さすがにか。あれー、いやーで、ただこのアーマーが食われたら負けなんですけど、なんかありますっていういやーざまぜったの軽くな。いやー俺はこの21が生き残ると思ってますよ。逃げます。いやもうこいつが倒されたら負けでいいですよ。スカイアリ剣で効果抜群というわけで、もうでもこれもね、俺もう選択肢がないのよ。これしかないのよ。1枚はい、サルジェ、はい、邪縁の翼、はい、勘違いしてた。スカイハリケーンが使えないのか。逆にこっちも掴むよ。わし掴むことはできんのか、うん、クバナ。いやまあまあ関係ない。キバナは、はいはい、手でいっぱい、手が結構ありますね。しこたま8枚あります。はい、ダークわしづかみ30終わり。ああ、まなざしね。わしづかみじゃねえや。まなざしね。なるほど、次のフォーラーバーンとは。イエス。一枚。いや、まあ、ボスの知らありますよ。なるほど。やり言うたんで。くそー。じゃあ、ライトニングストーム16でありがとうございました。いやー、あめねいや、そうなんですよね。ボスの知らあるよな。まあまあまあ。うん、ああ、マリーもケアしてクロバット相手持ってこなかったわ。いやでもマナシオーラバーンは実はギリギリまであそこまで気づかなくて、はいはいはい、あれこれで負けるやんと思ってでも途中で、あわしづかみあるからいいやって。なるほどね、俺はもうそれしか前のターン考えなくて、うん、よく見たらスカイハリケーンが使えないかよっていやパルさんが強かったわ。パルさん強かった、ね、総連が偉かったね。こっちもね、なんだかのかんだ、そうだ、ね、最初ゲームやんないかと思ったけど意外とブリザードランスちゃんと打ってたし、ダンデで。まあね、お互い同じ土俵だからね、うん、バトルがいい。いや俺さ、ブリザードランスでさ、1体持ってってさ、うん、ダンデオーラバーンでさ、もう1体持ってってさ、勝 ち, す、ね、勝ちかなと思ってたのにガラルジグザグマを入れるべきだったくそはい、というわけでね、シールド戦なんかシャイニースター V に比べてクイックボールとかお香とかがないから、はい、ぶっちゃけ相当渋いと思ったけどね。渋いゲームだなとは思いましたね。これを足したら面白いみたいな遊び方とかがね、あればいいなと思いますんで、ぜひね、ウィマックスクライマックスのシールド戦皆さんもやってみて、あの感想をつまらなかったですみたいな感想になるかもしれないですが、やるやついいのかな、はいはい、お疲れ様でした。ちなみにね、シャロンが叫んでたカードはね、うん、どっか行ったんだけどシャロンさん、はい、終わりでーす。